全国の下の兄の皆さん、一年ぶりですね、こんばんは。はい、どうも、超絶可愛い妹です。おにーにゃー、お久しぶりです。小倉朝日です。今日は、私たちの登場する新作タイトル、乙女理論とその周辺、ボンボヤージュの宣伝をしにやってきました。このタイトルは、昨年発売された、月に寄り添う乙女の作法、陽だまりの日々、の続編となるお話なんです。本作だけでもお楽しみいただけますが、より楽しんでいただくために前作からのプレイをおすすめいたします。私と視聴者の皆さん以外誰もいないんで、下の兄として普通に喋っていいと思いますよ。今からネタバレしますけど、この人見た目女性みたいですが男です。説明にも順序があるので、しばらくはこのまま続けさせてください。朝日と呼んでください。続編となる今作ですが、タイトルが変わります。タイトルだけではなく、舞台も変わり、登場人物もガラリと変わります。変わらないのは主人公だけで、今回も私、小倉朝日が務めます。では主人公以外の変化のあった部分を紹介しましょう。前作から一番大きく変わった点は、私の仕える人が変わります。この人が私の新しいご主人様、大倉理想なお嬢様です。仕える人が変わっただなんて言うと、私が不誠実な人間のようですね。いえ、事実府中極まりないメイドなのですが。作品紹介の途中なのに落ち込んでる。やめてください。台無しにするつもりですか？この人はやむにやまれぬ事情で以前にいたお屋敷を追い出されただけで、決して不誠実ではないんですよ。でも性別を偽ってメイドとして働いていた時点で不誠実の塊みたいなものですし。今回はですね、今回は私のお願いで女装したり、メイドとして働いたり、女学院へ通ったりしているだけなんです。決して不誠実ではありませんよ。変態なだけです。そこはフォローしていただけないのですね。その変態行為をすることになる原因、つまり私のお願いというのが、なんと海外留学です。そうなんです。今作では日本を離れ、花の都と呼ばれるフランスの主婦、パリへ旅立ちます。ここが前作との大きな違いの一つですね。芸術の都と呼ばれる町へ舞台を移し、一人での留学が心細いという理想なお嬢様のため、私は再びメイド服を身にまとい、女装という変態行為をします。舞台がパリへ移るので、タイトルもフランス語っぽい感じになるわけです。ちなみに、ボンボヤージュというのは、良い旅をという意味です。まあ旅行というか留学なんですが。リソナ様が入学するのは、前作で私が通ったフィリア女学院です。ただ、ここはパリですから、当然日本校ではなく、フィリア女学院パリ本校へ入ることになります。日本校と比べ、よりハイレベルな技術と知識が求められるこのパリ本校で、まだ復職の道を歩き始めたばかりのリソナ様を手助けするため、私は再び女性ものの制服を身にまとい、女装という変態行為をします。新しい学院では初めましての皆さんばかりです。前作からガラリと変わったその登場人物たちを、明日から2人ずつ私が紹介していきます。タイトル、舞台、登場人物、それと朝日のご主人様、これだけ変更点を説明すれば作品紹介もできましたかね。あ、待って、エリソナ、もう一つ重要な変更点があるよね。あれ、女性の格好のまま普通に話し始めましたね。女装という変態行為を受け入れましたか。うん、もう開き直った。それより一番肝心の変更点を言わないと。あなたから進めてくれるとは嬉しいですね。言うつもりではいましたが、いましたが、やはりいざ口にするとなると緊張するものです。いいですか？では、行きますよ。そう、
今作における前作からの最大の変更点というのは、日だまりの日々でどうしてこの超絶可愛い妹が攻略できないんだと大いに嘆いた全国の変態行為大好きなお兄にゃん、大変お待たせいたしました。乙女理論とその周辺ボンボヤージュでは、私含めて新たに3名がメインヒロインに昇格しました。妹メインヒロインです。おめでとう。素直にお祝いしてくれるんですか。そうですか。サシマの下の兄もこの超絶キャワイイ妹の前には陥落寸前ということなんですね。全く仕方がありませんね。前作での不遇は特別に許してあげます。そんなわけで今回はこの女装した下の兄が兄弟恋愛という変態行為をします。それはどうかな。あ、いや、そこを受け入れてもらわないと妹メインヒロインになれないのですが。乙女理論とその周辺ボンボヤージュ2016年11月24日発売予定。